さあ、ケンネクロてか5スターなんかここ2、3ヶ月マニアックス大体いるんだよ。ずっといますね。いる。で、あのずっと日本にいるわけじゃなくて、なんかあちこち行ってるらしいんだけど、アメリカ帰ったりもしてるんだろうけど、なんかマニアックスに合わせて帰ってくるこいつ。今あの海外勢の白黒さんも結構ずっといません。そう、まああれは海外枠で。あれ海外勢です。そうですね、いますね。というわけでいろんなプレイヤーがなんかエボジェに向けてなんでしょうね、臨戦態勢を整えてますね。多分小田さんもそうでしょう、久々にということなんでしょうが。ファイブスターはね、今なかなかこのタイプの剣いないですからね、アグレッシブさというかなというか、見てて気持ちのいい剣というか、さあ中足。緑剣はいいですね、やっぱアグレッシブね。まあ色も強いですね。お、さあなかなかやんちゃなところを見せてくる。あとファイブスターゲームしてるとちゃんと切れる。そうですね。そう、のじ合いでちゃんと切れてる。ちゃんと切れてます、ね。はい。クニとかにあのよく切れてるのもいます。はい、あれクニさんは今日いないんですよ。お仕事かしら。タッシュ終盤、これはしっかり繋いでる。基本性能も本当に高い。多分アメリカ最強剣でいいんじゃねえかな、正直。あのなんか黄色い剣ですげえ強い人いませんでしたね、アメリカの。アメリカのフランキーかな。あ、フランキーか。あー、はいはいはい。さあ、あんなこと言ってたらファイブスター勝利。